5000円か。踊り忘れにご注意ください。ありがとうございました。出てこい、ほらまず弾は入ろう、弾の中に。
注意ください。ありがとうございました。はい、ただいまの時間はですね、こちら見えるかな、20時27分、まあ20時半ですね。はい、油そばを食べて、お腹も満たされたというところで、ちょっと晩酌の方していきたいと思います。本日のビールはなんだ、こちら、ドーン、アサヒスーパードライ。これね、1本100円、お財布に優しいビールをね、飲もうかなというところで、こちらね、まあ100円というところで、まあ、早速、まあ、どうしてもお酒が飲みたいという方ね、お金欠で、これおすすめですよ。ではちょっと
やー、3対7。コップ一杯にもならねえっていうね。これは一体何なんだよ本当に。お酒として成立。うまい。いやー、ということでね、今回のおつまみは一体なんだ、こちら。土佐の赤カツオ。実は我々こう視聴者の方からもらった、まあ、差し入れというものなんですけれども、これ何種類かいただいて、これマジでうまいんですよ本当に。まあ、まず最初にこれプレゼントしていただいた方、本当にありがとうございます。これカツオとね、ニンニクのやつなんですけれども、こういう感じ。あのね、パッと見まあフレークみたいな感じになってますよね、この感じで。でこれがね、まあ美味しいんですよ。これご飯の上に乗せて食べるんですけど、これは本当にうまい。個人的にはね、この柚子の方ですね、これがマジでうまい。もしね、本当視聴者の皆さん、これどっか買う機会がありましたらね、一応騙されたと思って赤カツをちょっと頼んでみてください。まあビールのお供として食べるのもよし、ぜひおすすめしたいと思います。はい、ということでですね、私もこちら最後の勝負をしたいと思います。もうほんとパチンコでも散々でね、ったくでね。私こちら、勝負若松の12レースですね。こちら私菅選手を抜かした1号前1前後みたいな買い方をしようかな。はい、ちょっととりあえずこれで買いましょう。はい、15,000円。はい、買いました。1号2差し1、2差し5、こちらですね、買わせていただきました。ちょっと実は秘訣がありましてね、菅選手は6コースにいる場合、もう着外になるか1着になるかのどっちかなんですよね。でも仕上がってなかったら僕基本的にもう6から切りますわ。でね、こちら矢野選手がね非常によく見えたので、矢野選手から、軸に行かせてもらいました。これも坪井選手間違いないでしょ。200円出せないんだったら100円ぐらい出せるだろうっていうところで、さあもうね、ビール節約したんだから、せめてボートぐらいは当たらしてくれ。さあ行ってみよう。よいしょ。まあインは逃げそう。あとは2、3着。さあ、あ、いいんじゃない。あく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 、開いた開いた開いたよ。扉開いてない、これ。もういけるよ。ゴー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 。絶対1、2、3はダメ。下町さん、そこうまくブロックできない。あ、いいね。悪くないんじゃないこれ。はい。さあ、これどうなる。4と5は、かもう、いいとこいたじゃないの。いやー、お願い。これね、資金振り分けだから、どこでも当たれば。あ、下條ブロック入っちゃう？大丈夫？引き波入ってない？いやー、下條さん、いいわ。矢野蓮士、矢野蓮士、蓮士矢野、なんとかなんないですかね。ちょっと相手は下條パイセンだからな。あ、いいんじゃない？え、マジ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 ？俺、下條相手に勝てるとは思ってなかったよ。矢野さん、矢野さん、本当にお金返してくれるの？マジかよ。ちょ、マジであと2つ、あと2つ。よー、大丈夫。よー、ほほ、やったお金返ってきた。もうパチンコなんかいらねえんだよ、ほんと。やったよー、お母さん、僕お金取り返した。やったー。お願い、あと1個慎重にね。ドラマとかバラエティいらないわよ。はい、ゴー、矢野蓮士、矢野蓮士、ほんと素敵これ。あ、1、2、5、ドド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 ド、初めて当たったかも、この企画で。ダンケシェーン。いやー、やっぱね、これよ、諦めない心。
とりあえずなんかビールを買ってくるっていうのと、あとですね、今、まあボートはもう終わっちゃったんですけど、あと閉店まで2時間あるんですよね。まあ何の閉店かは言いませんけれども、あと2時間あるんで、楽しいけど諦めない。 Morning or